日本愛知県日清市北新町北新町は愛知県日清市の町名。日清市の北部、天白川の支流、北新田川流域に位置し、北に長久手市と隣接する。丘陵地は宅地開発が進み、その他は主に農地である。東西に東名高速道路、南北に名古屋瀬戸道路が走り、地区南部に日清ジャンクションがある。出店。 日清酒の施政施行以前は、北新田という名で、岩崎村の北にある新田ということで名付けられた。新田開発は1648年に始まったが、金村の者は携わらず、現在の豊田市や高田町の出身者が主であった。1731年の免定では、国高は267国、1866年の終門改め町では、屋数は81、 国高は337国となっている。北神殿は岩崎の枝里であったが、1748年の資料にはすでに組頭や庄屋の名が見られ、村に準じた扱いを受けていたものと思われる。1870年には岩崎村から分尊され、北神殿村となった。1889年、町村制志向に伴い、岩崎村の大技となる。千九百六年、 岩崎村の合併に伴い日清村の大技となる。1994年、日清町の市政施行に伴い北新町と改名された。北新田の名は、現在も保育園、名鉄バスのバス停の名称として残る。2019年7月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移市立小中学校に、 通う場合、学区は以下の通りとなる。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。日清ジャンクション等地内に、鉄道は通っていないが、一部は、愛知高速交通東部給料線の長くて古船上駅、芸大通駅の徒歩圏内になる。このほか近隣の岩崎町に、愛知学院大学、長久手志願作に、 愛知県立農業大学校がある。北新町には中世紀の雇用が動き確認されている。ありがとうございます。